はい、こんにちは、まーちゃんねるまえはらです。はい、今日はですね、久しぶりにえいしんくんにドッキリを仕掛けたいなと思いますね。一つ前の動画で紹介しましたこのロックオンストライカーですね。これでね、もう一回遊ぼうと言ってですね、遊んでます。それで徐々に私の顔が白くなっていきます。いつ気づくかっていうドッキリだね。こういう動画ね、見たことある方結構いらっしゃると思いますけど、うちでもやってみようかと思います。えいしんくんはいつ気づくのか。で、ちなみにちょっとお腹痛いなーっていう感じで、お腹痛いなーって感じで出ていきますね。それでちょっとだんだん白くなっていく感じです。楽しみだね。じゃあやっていきましょう。はい、こんにちは、まーちゃんねるまえはらです。はい、今日はですね、昨日紹介しましたね、こちらのノックオンストライカーのリベンジマッチですね。昨日ね、パパ負けちゃったんだね。で、ちょっとね、今回特別ルール追加したいと思いますね。はい、特別ルールっていうのは、だんだんね、こう目つぶっていくってやつ。あ、見ないでやるの。いやー、難しそう。難しいよね、うん、だから薄めでやる感じ。じゃあ早速バトルしていきましょう。ういじゃあ早速やっていきましょうか。最初はグッジョキポイ。はい、じゃあやっていきましょう。ドーン。お、危ない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 。うわー、やばいやばい。よしよしよし、今だ。あ、ごめん。あ、ごめんごめん。あ、ごめん、やっぱちょっとごめん。グッズ、トイレ、ちょっと行ってくる。ごめんね、じゃあちょっと行ってきます。ごめんね、ちゃん。うん、大丈夫大丈夫。行ったらでゲームでもしてよ。はい、ということでちょっと塗りましたけれども、結構白いかな。これフェーズ1ですね。フェーズ1。平心くんは果たして気づくでしょうか。じゃあ行ってみたいなと思います。はい、ごめんごめん。はい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 、ブブッブブブ。はい、じゃあやりましょう。じゃあ、ヤシンくんお願いします。出よう。おしゃ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 。じゃあパパ、キバパパ2点目。うん、やばいやばい。4点目入りました。じゃあスタート。ごめん、もう一回行かして、ちょっと。ほんとごめん。ごめんね。ちょっと、もう一回スプラでもやっててください。ごめんね。参ったな。はい、ということで、フェーズ2でございます。結構白いっしょ。結構白いよね。これは気づくんじゃないかな。これで気づくなかったら、エイシン君、注意力なさすぎだぞ。行ってみたいなと思います。ごめんごめん。まだやってる最中。うん、じゃあやっていきましょう。こっからエイシン君も目を染めてくださいね。はい、じゃあ行くよ。エイシン君からです、どうぞ。ドーン。うそ。早い。早いな。でも僕の方が勝てるぞ。そうだね、じゃあパパ行きます。ちょっとエイシンくん受けてね。おっ、あー、おっしゃ、負けたということでパパ5ポイント。あー、ごめん、ちょっと待って、ごめん、またお腹痛くなっちゃった。ごめんごめん、ちょっと一回、ごめんね。はい、そんなわけでファイナルフェーズですね。これさすがに気づくでしょ。これで気づかなかったらやばすぎです。マジでやばい。じゃあ早速行ってきましょう。ごめん。ごめんね。うわ、もう多分大丈夫だと思う。もうガチヤグレ。ちょっと前、あ、そう、え、ヤグレやってんの。うん、あと何分。4分。4分4分もあんの。頑張って。やったー、みんな援護頼む、援護。頑張ってね。やばい。4、3、2、1、0。ゼロー。あー、負けた。先生、パパ、右ほっぺのやつって何。え、ほっぺについてますよ。なんかついてますよ。あ、そう。ちょ、もう消してくれる。
待って、これスリープ回線スイッチということで、パパが勝ちましたね。なんでパパがそんな顔に、え、何どうしたの、普通の顔でしょ。え、普通じゃない、明らかにおかしいじゃん、なんか昔の人みたいになってるよ。はい、実はドッキリでした。ドッキリ、どういうこと、気づかなかったでしょ、うん、実はパパね、3段階でね、白くなってってたんだよ、顔が。気づかなかった。え、まさかパパトイレ行くって言って、ちょっとずつ塗ってたんだけど、全然気づかなかった。まさかトイレ行くっていうのは。イエーイ、エイジン君、フェーズ3で気づいたか。さすがに気づいたか、これはね、気づくよな。そうでも、この1個前のって結構白かったよ。ということで、エイジン君へのドッキリ大成功でした。イエーイ、久しぶりにドッキリやってみました。そんなわけで、このサッカーゲームで遊ぶっていうのは嘘企画でございました。ごめんなさいね。はい、ということで、だからこうやってね、目細めていくっていうのもね、これ気づかせないようにするために。ああもう。はい、ということで、今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方は、ぜひ気に入った高評価、グッドライクお願いします、はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください、うん、ちょっと今回のおすすめ動画はこの辺りに出てますので、ぜひチェックしてみてください、はい、チャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。